世間では WBC で日本とアメリカとの対戦カードがすごく注目されているところではあるんですけど、僕が注目していた対戦カードっていうのは、旧 NHK 党の立花さんとドワンゴの川上さんとの 対談というのか、緊急対談が YouTube、リハックっていうところで行われていたんですけど、それがめちゃくちゃ面白かったというのか、普通に立花さんをこの動画なり何なりでチェックしている人間からすると、よく立花さんとそう対戦する気になったなっていうところなんですけど、ただ川上さんはおそらく立花さんのことを全然知らんかったんやろな。あるいは、ただのアホやったか。これのどっちかなんですけど、面白かったなと。ガーシーさんの件であったりとか、あるいは角川のオリンピックの不正事件であったりとか、あるいは警察の闇であったりとか、あるいはガーシーさんを告発している人物が、川上さんと綾野剛さんとジュエリーデザイナーの人以外の誰かもいるのかとか、その辺を川上さんは知っているのかとか、既得権益の問題とか、いろいろなところが出てくる、すごく面白い対談だったな。対談というのか、対決だったなと。いう感想なんですけど、また興味ある人は下にリンク貼っときますので、見てもらうと面白いと思うんですけど、僕はその立花さんをずっと見てきているので、なんで立花さんと敵対するやろなっていうところが不思議でならないんですよね。どう考えても、こんな人と言論、しゃべくりで対決して勝てるわけないやんって。普通の頭脳を持ってる人であればわかると思うんですけど、それを受けて立つっていう、この川上さんも僕は、なんて言うんですかね、この対談ではもうめちゃくちゃにやり込められてる状況ではあるんですけど、それはそれでいいキャラクターなんやろうなというふうには思うんですけど、すごく面白かったですっていう単なる感想の話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。